オリーノ家、手伝ってくれてありがとう。このまま行けば、いい成績を取れそうだよ。そしたら父上からもお許しがもらえるかも。グレンダイナーのメニュー助かったぜ。これがありゃ俺の料理の腕をもっと磨くことができそうだ。大輔、わしの牛を見つけてくれたようじゃな。だがまだ喜ぶのは早い。泥棒は逃走中である。うちのお父さん、疲れてないかしら。疲れている？そうかもね。だけど、どんな状況でもせかせかしている人だしね。そうなんだけど、いつもと違うの。円盤が原因なのか、それともお母さんのことを思い出して感情的になっているのか、ちょっと心配だわ。ヒカルさんは十分貢献してるから、それ以上心配事を増やさなくていい。僕がおじさんと話してくるよ。聞く耳を持ってくれればいいけど。ありがとう。頼もしいわ、大輔さん。おじさん、ちょっと話しませんか。口説き文句はレディーに投げんか。気色悪いぞ。で、なんぞわしに聞きたいことでもあるのか。いや、調子はどうかなって聞きたかっただけです。まあ正直言えば少し心配しておる。ヒカルの外出を許すと約束したんだが、あの円盤が飛んでるとなかなか。僕がヒカルさんをエスコートすれば安心しますか。ダメじゃ。サボろったってしょうはいかん。仕事が遅すぎる。一緒に行かせるならバンタのやつだ。あいつはお前がいなくて大変だったんじゃぞ。それにバンタは力仕事に向いとらん。女の子と一緒にバスに乗るのはどんな間抜けでもできるからの。早くバンタのところへ行って良い知らせを伝えてこい。だがバンタのやつ、ヒカルに妙な真似をしたらわしのガトリングが火を吹くからな。バンタ君、おじさんから伝言だ。ちょ待てよ、俺何もしてねえぞ。牛も盗んでねえし、ヒカルちゃんにキスもしてないぞ。頼む、勘弁してくれ。落ち着いてくれ。ヒカルさんが出かけるときについて行ってほしいって話だよ。本当か。ところで大輔、星草作るの遅えぞ。工事のやつはイベントとか行って円盤いじりしかしてねえしな。まあ俺みたいに信頼できる男にしか頼めないわけか。わかった。ヒカルさんの面倒は俺が見てやるよ。待った、イベントってなんだ。工事君がそんな話をしてたのか。羨ましいのか。お前らは喧嘩するほど仲がいいようだから、工事がどこに行ったのか教えてやるよ。ああ。工事は今朝研究所に向かったよ。きっと T4 を調整しようってんだろうが、うん、あでも俺がバラしたことは内緒にしてくれ。日が経ってそうだしな、あいつ。おはようございます、大井さん。浩二君は来ましたか。最近僕に何か隠しているような気がしてて。ああ、航空ショーのこと。驚かせようと思って黙ってたんです。航空ショー、この非常事態に。そうです。地球上の国々が協力して大規模なショーを開催することで市民を安心させようとしたんです。でもなぜ。コウジ君は準備ができていなかったのか。逆です。一生懸命練習していました。ですが最後のテスト飛行中にベガ星群の円盤が
戦闘を避けるようになっている傾向が観察されたんです。浩二君によると円盤は東京へ非常に近づいているようですがね。本人から聞いてみてください。詳しく説明してくれるでしょう。奴らは恐るべきベガトロン燃料で攻撃性能を高めています。こちらも同じくらいダイナミックなエネルギーが必要です。汚染の少ないものが望ましいですが。どうしたんだ大輔さん、ひどい顔だぜ。僕たちは協力するべきだろう。航空省の件は秘密にしても構わないが、どうして偵察情報を内緒にしていたんだ。ああ、大輔さんに休んでもらいたかったんだよ。一人で背負う必要はないからな。そうカリカリすんなって。今んとこまだショーは開催予定だ。それと東京のあちこちに連中は潜んでいるから、何があっても対応できるようにしないとな。俺たちは体が二つあるってわけじゃない。所長に判断してもらった方がいいかもな。大輔さん、相談してみたらどうだ。父さん、なぜ秘密にするんだ。浩二君はすぐ事情を知ることになるはずだ。今更だな。大輔以上にベガ星人のことを知っている者はおらん。ベガ星との戦いではお前とグレンダイザーが常に先頭だ。だが勝つためにはどう任せるかをしっかり考えねばならん。私も大輔も浩二君を信頼している。だから一緒に行動しなければならないのだ。そして地球に住む人々を安心させなくてはならん。ペルレポリス国際空港は最先端の空港だ。浩二君はこの航空ショーで世界が団結するというメッセージを送ることができる。だが円盤が東京近郊に来たら大変なことになるだろうな。これほど人口が密集した場所で戦ったことはない。何を優先したらいいと思う？やはり大輔の経験を参考にしたい。分かってると思うが、信頼とは相互関係があってこそ価値が生まれるのだ。地球がベガ星にやすやすと従わないことを示すべきです。浩二君のショーでみんなの希望が再び湧くのならやってもらった方がいいでしょう。分かった。当局にゴーサインを出そう。大輔は私と一緒にいてくれ。中央のモニターで浩二君のショーを観戦しよう。楽しませてくれるだろう。21番開始地点に向かってください。ああ、俺か。了解、管制塔。発進します。地球の凄さを証明してやる。オエラ型の闘技も脱いでやる。見せてやるぜ、 T4 の凄さをよ。うわ、円盤だ。工事から研究所へ。メガ星人が航空省へ襲撃を。所長、管制塔、聞こえますか。工事君、すぐ研究所に戻れ。ショーは諦めろ。冗談きついぜ。俺たちがやらなきゃだろ。大輔さん、急いでくれ。くそ、メガ星人がそこら中に嫌がる。見せてやる、俺たちの強さをよ。
そ地球へってな。ライザーが必要なんだ。その頃、宇宙科学研究所では、父さん、コウジ君が助けを必要としています。ベガ星人が国際空港を襲撃した。何千人もの乗客や観光客が危険だ。大丈夫、すぐに助けますから。大丈夫か？大丈夫だけど、空港はそうじゃない。このショーは地球平和のためにあった。だのにブラッキーが台無しに。だが地球はまだ終わってないだろ。あの炎を見ろ大輔。ベガ星人が生存者の包囲を始めた。所長大丈夫です、任せてください。頑張れ大輔さん。この罪のない人々がようやくこの地獄から解放される。残念ながらそう簡単にはいかない。熱センサーで他の火災が感知された。
全て消し止めねば。
そらく工場はフル稼働だ。なんとかしなければならないぞ。中央のジェネレーターを狙え。それで機械は壊れるはずだ。連合軍は戦力ダウン。地球にとっては朗報だな。していないVIPが大勢いる。我々は消防士と一緒に隠れている。今どこにいる？どうやらちょっと助けが必要そうだな。探してみよう。なんだと？あれはまさかあの噂に聞くグレンダイザー？そうです。で、手伝えることは何か？VIPを近くの安全な基地まで移送するのだが、行く方法が限られてるのだ。ならば全速力で行くしかない。ついてきてくれ。
来る。俺の仕事もこれで終わりか。諦めるには早い。大丈夫、行けますよ。ヘリに乗せる必要がある。だが運悪く、ここは待ち伏せには絶好のポイントだ。俺がトラップの達人だったら、ここで罠を仕掛けるだろうな。わかるか？ええ、だがご安心を、僕がついてますから。頼りになる男だって信じてたよ、君を。さあ行くか。無線が混線してベガ星人の叫び声が混じってる。多分ブラッキーだ。今度は何のつもりだ？一斉攻撃だ。地球のリーダーたちを倒せ。しましょう。準備してくれ、大輔さん。激しくなってきた。来るぞ。奴らの思い通りにさせてたまるか。早く移動。
も侵略者どもを倒してくれるか。考えといてやるよ。約束だ。コウジ君はもう少しで死ぬところでしたよ。別の乗り物を考えた方がいいのでは。彼にふさわしいものをね。この緑豊かな世界は僕に居場所を与えてくれた。だから恩返しがしたい。ショルダーブーメラン。ガンダルたちはベガトロンに夢中だ。奴らの採取機を片っ端から潰してやろう。忘れるな大輔、エネルギーバブルを生成する採取機を狙え。クリューパンチ。星人の備蓄もこれで空になるだろう。クリューパンチ。クリューパンチ。
ベガ星人が滑走路に残骸を。急いで残骸を取り除くんだ。空港から避難するにはこの滑走路が不可欠だ。クリューパンチ。すごいな大輔さん、コツを掴んだんじゃねえか。地球の最も貴重な資源だ。守らなければ。クリューパンチ。連中は僕らを諦めそうにないな。奴ら何か隠してるな。その岩を調べようぜ。あれは何だろう。ベガトロンドリル。グレンダイザーの光量子センサーを使って光線を吸収するんだ。4万4000便、滑走路は片付いた。離陸可能。よし、なんとかうまくやれてるな大輔さん。無線だ、聞いてくれ。問題発生だ。天文台が応答しない。
位置情報を送信するからすぐにそこへ向かってくれ。任せてください所長。ちょこっと行って様子を見てきます。こんな原始的な飛行機でどうやって逃げた。この場所を破壊せよ。さもなくばお前らを。ベルレポリス国際空港が我々の助けを必要としている。この基地は後回しだ。奴らが混乱してるということは僕たちが進歩したということだ。この調子で頑張ろう、コウジ君。無差別に攻撃してくる奴らだが、なぜ天文台をわざわざ。トーソンの研究所と同じで重要な何かを検知したのかもしれない。円盤銃とかか。そうかもな。気をつけよう。邪魔をするためなら手段を選ばない。取り除こうぜ。36ストーム。
所を再稼働する方法を探るんだ。電力が戻りました、父さん。よし、天文台の方はどうだ。博士、ウモン博士、いますか？聞こえますか？大声ではっきり説明してくれ。何があった？最重要機密をお伝えします。望遠鏡によると、ベガ星の円盤は 16B 地点に大量に集まっています。次の攻撃が近いのではないかと推察されます。わかった。この情報はグレンダイザーに伝える。あとはこっちに任せてくれ。円盤大集合だって？その中に円盤銃がいる可能性はありますかね？すぐにわかる。浩二君はもう少しで死ぬところでした。わけじゃなさそうだ。礼儀ってもんを教えてやろうぜ。クリューパン！ショルダーブーメラン！星人を褒めるとするなら、ロボやメカニックがなかなかに興味深いな。大輔さんはどうだ？いや、どうかな。よし、天文台の言う通り、連中が接近してきているんなら、びっくりさせる絶好のチャンスだな。奴らの円盤に乗るつもりか？殺されるかもしれないし、そんな時間の余裕があるのか？そうじゃない。そこから奴らの全通信にアクセスできる上に、他の敵が近づいてきたら倒せるかもしれないんだ。危険は承知だが、浩二君を信じよう。この一帯を侵略者の魔の手から守れるチャンスだ。了解。僕は地面を一掃するから、浩二君は空を見ててくれ。了解だ。この円盤が T4 と同じように扱えるか見てみるか。全ての空軍へ、すぐにマザーバーン部隊へと再編成を行え。急げ。ブラッキーだ、ベガ星人め、何企んでやがる。今のところ俺には気づいてないらしいな。油断せずチャンスを待とう。隊列を維持しよう。近づくのに十分な長さだ。サーバーアンダー、あんなところに。中身を拝見するか。完璧。よし、隠れるのは終わりだ。手砲発射。これは大輔さんのため。そしてこれは俺の賞を台無しにしてくれた仕返し。お前ら思ったより間抜けだったな。どの円盤も面白いな。所長に全て報告しよう。役に立つかもしれない。マザーバンが損傷しただと？裏切りは許さんぞ。この
らずにつけて始末せよ。まだ欲しいのか？オーケー、任せてくれ。円柱の飛び方をイメージしてその通り飛ぶんだ。クレンダイザーと接触しよう。大輔さん、ブラッキーが電波塔に円盤銃を展開する指令を出してた。先に行ってくれ。俺はこの円盤を相手にする。気をつけろ大輔、電波望遠鏡に近づいている。妙だ、この場所は放棄されているように見える。円盤銃の痕跡が全くない。この建物にいる誰かが円盤銃が隠れるのを見たかも。俺は星の観察に人生を費やしてきたが、俺を倒すために刺客を送ってくるとは。落ち着いて、僕は味方です。ほう、そうなのか。国防軍にこんなマシンがあるとはね。実は僕はここの出身じゃないんです。じゃあどこなんだ。別の惑星です。別の惑星からだって？羨ましい。俺も他の惑星に行きたいよ。だが俺は望遠鏡を通してしか星を見たことがない。残念ながらここに来るしかなかったんです。ここに来るしか。かわいそうに。故郷の星が恋しいだろうな。どこの出身であろうと故郷は一つだ。お言葉は僕の心に響きます。
どう感謝していいか。方法はあるぞ。パラボラアンテナを見てきてくれないか。よくそれで星に話しかけていたもんだ。あの怪物にアンテナは触らせたくない。怪物だって？その話乗りますよ。廃墟への襲撃、奴らの破壊には終わりがない。気をつけろ。この円盤銃が大輔を待ち伏せてるなら賢いやつかもしれん。
の番だ。円盤銃、それだ。ブーメラン、やるー、ハーケン、よし、怪物はこれでおしまいだ。父さん、コウジ君に連絡できますか？いるぜ。円盤銃は倒せたか？もう空飛ぶ円盤はコリゴリだ。それじゃ研究所で。ライザージャンプ、スペイザーゴー、スペイザークロース、シュートアウト。その頃、月の裏側ではガンダル司令がブツブツ言いながら考えていた。青い星、夢は今私の目前。ガンダル、お前は総司令官であって詩人ではないだろう。寝言を漏らす前にとっととこの男に命令を出すがいい。ガンダル司令、我々は指示を待っています。そのまた我が軍は敗北しました。まだ分からんのかブラッキー。また負けたのはお前だぞ。そう報告されるだろう。我々の資源は日に日に減っていく。急いで再進行をかけねばならん。司令官、お言葉ではありますがフリード制では。うせろブラッキー。我々は考えなければならん。今すぐにな。数日後、白樺牧場では。月は赤かった。悩んでいたところで地球は守れない。フリード星の悲劇をここで繰り返すわけにはいかない。